今日も足の子に来ております。新井さんです。じゃあライライです。もう一回やり直そう。はい、今日も足の子に来ております。そしてライライです。久々に今日はライライと二人で足の子がっぱりやってます。こんな感じで朝まずめです。まあこれ釣れなかったらお蔵入りやけど。頑張りましょう。はい、ではワインドフェザーの 7g でいきます。表層ワインド、大きめしゃくりの、大きく持ち上げてティップで最後しっかり弾いて、ティップで弾いた後のスラックっていうのがすごく重要なんで、オッケー、あ、バレた、最悪、お、お湯、そんなに大したことないけど、でもぼちぼちかな、釣れか、いや食ってるわ、追い食いや、ニジマスですね、普通に追い食いのニジマスでした。あ、でも割と綺麗な、はい、あ、綺麗な、すごい、結構銀系ですね、これは綺麗ですわ。ファーストフィッシュ、サイズは可愛いけど割に綺麗なやつが釣れました。ワインドフェザー 7g、 やっぱこのティップの最後の弾きですね、伸ばしダートの、はい、水押しからの OK、 うわバレた。ぬめぬめやめました。このしゃくり方俺最近ほんまにね最強やと思ってて、あ、もう全然土俵層っすよ、当たりました。ちょっと横風が吹いてるときは着水直後にラインスラックを先に巻き取るんですよ、ガーッと、でちょっと引っ張るぐらいまで巻き取ってからワインドにした方がいいです。やっぱまっすぐしてやるっていうことが大事ですね。ダートがその方が安定するんで。でもね、やっぱライズの数はめっちゃ少ないですよ。はい、この間来た時より全然少ないです。深場かもしれないですね。ちょっとカウント落としてみよう。あ、でもここやったら僕ボトムから落としてのワインドでも全然大丈夫でした。はい、ただ釣れた後は知らないですよ。この間の僕みたいになっちゃう可能性が、かけても取れないっていう。それ PE 何号ですか。余裕っすね。あ、もうそれドラグフルロックでいいっすよ。その代わり新井さんが落ちるかもしれない、引っ張られて。僕海でそれ一回経験ありますから。はい、テトラで釣ってて70ぐらいのメジロがかかったんですよ。でドラグフルロックにしてたんですよ、 PE2 号やから。もう体ごとテトラ1段飛び降りましたもん、引っ張られて。危なかったっす、あれ死ぬかと思いました。テトラでドラグフルロックマジやばいっすよ。今ライライの目の前でライズしましたよ。トラブってる。オッケー来た。連発。まあ、大したことない。さっきよりちっちゃいんちゃうか、これ。姫ちゃうか、これ。姫マスちゃうんかな。姫や。最近姫マスめっちゃ釣れるんですけど、俺。僕も解禁当初から姫マスしか見せない。あ、ほんまですか。姫マス、ワインドめっちゃ好きですよ。めっちゃ綺麗。ちょっと紫がかってるもんな。綺麗すぎるやろ、これ。跳ねてますね。ボートで出たいぐらいのところ、オッケー、来た、あ、あれだ。で同じ感じのサイズ感がす、ぶっちゃけモンスターは絶対乗りますから、ね、一撃で。はい、魚回ってきてる感じはしますね、すっごい。来た、うぃー、来た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 、え。マジ。手前でした、あ、なるほど、いい訳はそれで以上ですか。あ、出た出た、魔法の言葉出た出た。ただのバラシがかっこよく聞こえる。来てます。今2人同時に当たりましたもんね。ワインドの威力今日も炸裂。なんかでも最近ほんとサイズがちっちゃいんですよ、釣れても。もうかかっても握られてばっかですわ、俺本当に。OK、 あ、ヒメマスです。乗らないやつはヒメマスです。モンスターは乗らないわけがない。土俵層っすね、やっぱ表層やったら多分取れますよ。ちょっと沈めてかかった時もう地獄ですね。うん、のもありかもしれないですけど、でも手前のブレイクの方寄ってきたら嫌でしょ。かかった瞬間なんか迷うんですよ、これどうしようかなって。でもその瞬発的な判断が必要になるからめっちゃ難しいですよね。の方が絶対いいと思います。ある程度ブレイクから離せばあとはゆっくりすればいいんで、その最初のランですよね。で僕やっぱライン太くしましたもん、 0.5 にしてます。でないと結局浮かせられないじゃないですか。でもこの 0.5 にしただけでもこの安心感エグいっすよ。やっぱ切られたの全部 0.3 の時ですから、03だとやっぱ無理ですね。
結構流れを感じるな今日は。すごくこのね、やっぱ水の動きってすごい重要で、ワインドした時にそのやっぱスカスカよりもちょっと重みを感じるというか、いいっすね。流れが効いてる証拠なんですよ。まあもしくは絡んでる証拠なんですよ僕のバイク特にこれリアフックつけてるから、リアがよく絡むんですよ。まあ、絡み方にもよるんですけど、分かりやすい絡み方の時もあるんですけど、ちょっと絡んでるぐらいだとちょっと分かりづらいんですよ。今日はでもちょっと分かりやすいパターンですね。なんかライズが出たら当たるって感じで、うん、回ってきた証拠みたいなライズが出たら表層で、ライズがなかったらちょっと沈めてっていう感じにしよう。お、今でっかいのがライズした。超手前。おっけ、来た。おっけ。おい。お、これネイティブ。これはぼちぼち。うお。手前の岩が怖い。あ、切れた。フラグ立ちましたね。手前の岩が、あっていう。いや、ここめっちゃ岩ね、えぐいんですよ、手前。最悪。見事に今、狙い撃ち成功したのに。マジ。最悪。PE が擦れましたわ。手前の岩、ここ結構荒いんですよ。だからそこまで浮かさんとあかんのんですけど、十分浮いたかなと思ったんですけど、はい、最後潜られましたね。マジ？そんなことある？寝られへんわ。今日も。0.55PE でもあかんか。手前の岩むずいんすよ、これほんまに。岩ゴツゴツやから。で、ちょっと今僕偏光グラスしてないから、岩の位置把握してなかったっすね。いやー、やっちまった。こんなんばっかや、俺、最近。マジでこんなんばっか。いいのに限って取られへん。そう。むず。俺最近思うのが、ラインブレイクされるぐらいだったら俺かからない方がマシなんですよ。最近ほんと思うんですよ。もう家帰ってもう忘れられないっすもん。ほんと寝られないっすよ。あ、めっちゃ効きますよ。この間は僕 2D ワインドで、こんな感じで、これ、これで足元っすよ。足元まで追ってきたんですよ。で、最後食ったんですよ。で、食ったんですけど、この足元の岩で擦れて切られた。食った瞬間に。でもちょっと 2D ババババババと上げて、ちょっとフォールさせた方がいいんかなっていう気もせんでもないですけど、桜マスやったらそのまま来そうですけどね。フォールが僕は前やと思ってて、この場合、この大きくしゃくるやつの場合、この最後にティップで弾いた後のこの瞬間、これが前やと僕は思ってるんですけど、 2D で行っちゃうとやっぱりどうしてもジグザグしすぎる感はありますね。ただスイッチ入れるには最高なんで、その追ってきたやつを最後フォールで食わすみたいな感じがいいかもしれないです。僕も最後そのさっき言った手前でこうやってバッバッて来たやつが、あ、来てる来てると思ったから最後こうやってふわっとこう緩めた。で、その、食ったっす。素材で本当に全然動き違うんですよ。マジで。はい、マジで違うんです。で、今だに僕はいろいろ試してますから、常にもうテストなんで、基本釣れたものは使ってないですから。はい。基本釣れたら交換してるんですよ。釣れることが分かったらそれでいいんですよ、僕は。データをやっぱ取り続けていかんとあかんので、言うてやっぱ可能性の少ない釣りじゃないですか。なると思いますよ。釣りに対する理解が増えるから、引き出しが増えるでしょ。発想力というか、ひらめきというか。ネイティブというか、まあ、いろんな釣りですね。いろんな釣りをすることが大事ですね。おっ、来た。これ、これは、これはそう、そうでもないけど、でも逃げますよ。これ、結構ネイティブっぽいファイルでした。いや、そんなに全然あるじゃない。でもネイティブっぽいですね。よし、リグナスです。ぼちぼちのレインボス。腹びれの先端は白くなってるんで割と綺麗です。ワインドフェザー、そうですね。でもなんかもうさっきのあのラインブレイクになってるから全然癒されないです本当に表層のワインドでしたね。やっぱ今日はもう表層が熱いっすね。まあ表層しか狙ってないっていうのもあるし、あ、でもたまに落としてますけど。バチャバチャ入れます。大チャンスじゃないですか。ライライの目の前で今すっごいライズ出まくってるけど、バイアライあ、またなんか水がすっごい動いてる感じがする。来た来た。これはぼちぼち浮かないな
さっきのあれよりは全然軽いですけど、ドライブが出ていかないですかね。ちっちゃいよ。ちょっと横がかりしてるんや。重たくなるやつや。わかんないでしょ。はい。ちっちゃいけど、ちょっと横がかりやから重たかった。放流です。30センチちょい。ネイティブになって帰ってきてください。ワインドヘザー 7g。 やっぱり土俵層でしたね。やっぱり大きめしゃくりの。なんかでも俺まだ今日釣れる気がしますわ。ワンチャン下手すらまだ俺ネイティブのヒレピンでそんな雰囲気がある。僕はね、釣れる気がするときは言った方がいいんですよ。言った方がね、僕は釣れることが多い。ライライの場合はそれが逆にそう、フリーになる。オッケー、食った。これはまあまあやぞ。これやばい。足元また岩に、また、いや、これはニジマスですね。岩に対抗はすごいけど、いいファインド。おお、よかった。でも今のほんまやばいとこには行きそうやったから危なかったですけど、二の舞かと一瞬思ったけど、ギリギリでしたよね。割とサイズはまあまあな。ワインドフェザー 7g でーす。やりました。ライライもそろそろじゃないですか。波来たよ。波パターン行くよ。波パターン。土俵層。着水と同時にスラックを取って、ワインド開始。土俵層キープ。やっぱ表層キープすることですね。波パターン来い。極端。これは、これは、ちっちゃいわ。やっぱこの波パターンですよ。口は普通に口でした。波パターンですよ。一撃でしたよ。これ何これ。桜っぽい感じ。いや、桜ではないですけど、すげえ銀色だな。まあ、ニジマスはニジマスでしょうけど、なんかすごい銀化してるな。休憩直後、いきなりでしたね。休ませた方がいいんかな。僕は投げてましたけど。そっか。全然休ませてない。7g を深い出すと 5g の飛距離が物足りないですね。そうそうそう。まあ、魚が岸に寄ってきてれば別にいいんですけど。まあ、かといって、おかっぱり、そんなめちゃくちゃ沖で釣れることってあんまないんですけどね。大概ちょっと巻いて、手前に寄ってきてから食うことが多い。真ん中ぐらいまで来ていこうでしょ。で、僕、その原因が、レンジもあるんちゃうかなと思ってて、やっぱ沖にいる時って沈むじゃないですか、若干。着水直後で。で、表層狙ったとしても、やっぱ1メーター、2メーター沈むじゃないですか。多分、それがダメなんちゃうかなって思う時もあるんですよ。で、手前の方はかなり表層じゃないですか。だからレンジが合うんかなっていうのもちょっと考えたりも最近してて。ちょっと下がってるんだと思うんですよ。だから結構最近こうガーッと最初巻いて、ちょっと最初引っ張るんですよ。でからワインの開始みたいな、おっしゃりはしますね。そう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 。ほら、まさに今のその解説中に。そんなに大したことないけど、でもまさに最初ダーッと巻き上げて土俵層ですね。まず現状上げてからも。でも、ぼちぼちかな。また変なとこかかってんのか。あ、ぼちぼちや。よっしゃ。ネイティブや。チャンス。はい。え、なんか、すげえ銀色。いや、ニジマスはニジマスです。桜や。桜ですよね。桜。ですよね。マジ。出たよ。出た出た、マジ出た。こんなことある。おかっぱりから、マジ解説中に桜取りました。ライライに解説中に桜が出た。ちょっとこれ震えますね。これはやばい。やっべえ。今年度第2号か。今年度で言うと初じゃないですか。一回釣れてませんでした。今年度多分釣れないですよ。今シーズン初です。うわ、もうリーダーヨレヨレやもん。これ見てください。やっぱ今度ローリングするんですよね。ワインドフェザー来たよ。おかっぱり桜来た。もうあの尻尾見てもそうです、ね、はい。もう顔、このここの枝があれです。あと歯がいかつくないですか、はい、歯がこれ手切れますよ。これですね。これうまそうだな。これやばいな。さっきのじゃあ桜ジャンプやったんかな。2メーターぐらいバーンとジャンプしてるやつがいたんですよ、はい、おるなぁとは思いましたけど、
ドラマフィッシュ。ドラマフィッシュですね。今日なんか釣れる気がしたんですよ。ちょっと新井さんにお願いがあるんですけど、はい、この GoPro でちょっと撮影をお願いしていいですか。桜をリリースしましたけど、さっきライライにカメラを渡して撮ってもらってたら録画ボタン押せてなかったっていうね。